しゃぶ漬け、きむすめをしゃぶ漬け。皆様は、きむすめにしゃぶってもらったことはありますか？私はあります。いや、嘘つくな、お前。っていうか、き娘とは諸女、産むな娘、まだ子供めいた純真な娘という意味。その価値国宝級。だがこんな国民の宝、日本の宝を、牛丼漬けにしようとする男が現れた。暇人か。その名も伊藤正明。この男は早稲田の講義にて、女性に牛丼を広める戦略として、田舎から出てきた右も左もわからない女の子を生娘のうちに牛丼中毒にする。などと発言。もう発想が倍に。そして挙句の果てこの戦略に、生娘しゃぶ漬け戦略という名をつけた。いやもうお前がしゃぶやってんちゃう？だがこの男の意味不明な発言は今に始まったことではなく、過去にもあるビジネスのインタビューでも、このような意味不明な発言をしているのです。アイドマなどのマーケティング理論や法則で実践、重視しているものは、ポイントオブディフェレンス、ポイントオブパンティー。だが別に投資がしゃぶ中にしなくても田舎から出てきた生娘は、生娘はむしろ自ら喜んで男を知れ、大学1年で10人、2年で20人、3年では数百人とバイバイゲームで経験人数を増やして、自ら喜んで大人のあかん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 。女になっていくのです。こんにちは、ネズミです。本日はプロ野球界に起こった今後二度と見られないであろう珍事をご紹介します。最近やんちゃだと話題の市川海老蔵氏ですが、実は以前からずっとやんちゃしてました。そのやんちゃぶりは関東連合、そして野球界にも波及しており、阪神の選手たちも2005年夏海老蔵に絡まれてしまいました。事の詳細は、ある日赤星、鳥谷ら4人の阪神選手はクラブで飲んでいました。赤星は当時のことについて、鳥谷の周りには女が10人くらいいたが、残りの3人には人数分の女性しかついていなかったと、鳥谷のモテっぷりについて語っています。するとそこにどこからともなくやってきた堀越高俊が乱入。高俊は赤星選手に向かって、足の速い選手でしょ？野球選手っていくらもらってるの？俺なんて国から60歳まで2億もらえる。と絡んできました。なんやこいつ。赤星選手はかなりたちの悪い堀越高俊の振る舞いに我慢していましたが、なぜか堀越高俊が突然、野球選手って鍛えてるんでしょ？腕相撲しよう。と腕相撲対決を挑んできました。歌舞伎役者といえど、かなりがたいのいい堀越高俊に対し、赤星は、これはやばいかもしれん、と一瞬たじろいだところ、俺がやったりますわ、と鳥谷が助けに入りました。腕相撲の結果は鳥谷の圧勝。この件は新聞にも載り、負けた堀越高俊は、おとなしくなり帰っていったと書かれました。ですが後に赤星は、記事はほとんど事実ですが、ただこれ、負けておとなしくなってないです、とラジオ番組、赤星と二郎の往来往来にて一部を否定。堀越高俊は負けた後も立ち悪く絡み、赤星はトラブルになったらいかんと思い我慢していたが、さすがにちょっと我慢の限界が来て、みんなを抑えて喧嘩にならないよう止めていた。最後は市川貴俊のマネージャーが止めに来てくれた。と、当時の様子をラジオで語りました。すると横にいた井上光三氏が、他にも被害者がいて、あるお笑い芸人が堀越高俊さんに、笑われて金もらえていいよねって言われたことがある。堀越高俊さんは将来人間国宝になろうという人、考えなければいけないと、堀越高俊の破天荒ぶりを語りました。はい、ということで、何かと話題の海老蔵さんなんですけど、最近で言うと小林麻耶さんに暴露されてましたね。で、あの暴露か本当かどうかはわからないんですが、もしあの小林麻央さんですね、堀越高俊の元奥さんの、あの方が堀越高俊にひどい目に遭わされてたと、何か入院してる時お見舞いにも来なかっただとか、競馬新聞読んでただとか、本当だとしたらですけど、まあ私聞いた時、
全く違和感なかったですからね。そりゃ堀越高俊やからそうやろうっていう感想しかなくて、なんでこれ以上ね、男のせいで人生おかしくなっちゃうっていう女性を減らすためにも私言いますけど、結婚と恋愛は本当に違うっていうことですね。顔に騙されて恋愛するのはいいんですよ。顔のいい男と楽しむのはもういいんです。もうどうぞどうぞ楽しんでください。でも顔に騙されて安易に結婚はしないでください。いい男を見ると本当にね、もう子宮がうずく、それはわかるんです。うずいてしゃあないと、優秀な子孫を残したいと本能がそう言う、それはわかるんです。ネズミも人間と一緒で、もうええ女見たら勃起しますからね。それはわかります。でも結婚まではいかんといてくれ。それ目当てで結婚したら本当に偉いことになる。もう本当に偉い目に遭いますから、ご自身の身を守るためにも顔に騙されての結婚はしないでください。おっと、ここで速報ですか。はい、速報です。元アナウンサーの小林麻耶さんと海老蔵が SNS 上で喧嘩していた事件で一定の決着がついたそうです。小林麻央さんと海老蔵の喧嘩がある程度落ち着いたとのことです。で、詳細として喧嘩の経緯を簡単にご説明すると、小林麻耶さんが海老蔵のことをずっと気に入らなかったと。例えば妹の真央さんが癌で入院してる時も海老蔵は来なかった。来ても競馬新聞を読んで傍若無人な発言をしてたとか、あとは海老蔵の紹介した謎の癌を治せると語る人物に麻耶さんが9000万円払って持ち逃げされたとか、あとは、まあ、海老蔵に麻耶さんが襲われたとかですね。まあこれは麻耶さん側が突然ぶち切れて暴露を始めて、まだまだ他の暴露もあるんですが、大きなのはこの3つかなと思います。で、最も注目を集めてたのが3の海老蔵に襲われた件ですね。これまず麻耶さんの主張を見てみましょう。こちら麻耶さんが書いたブログです。海老蔵から襲われた時の話。妹が亡くなってすぐの話です。私は海老蔵の家に寝泊まりをし、母のお手伝いや姪老いのフォローをしていました。ある日の朝、あまりの体力の限界に朝起き上がれず部屋でそのまま寝ていました。すると上から重たいものが覆いかぶさってきました。目を開けると海老蔵が私の上に覆いかぶさっていました。海老蔵が私の耳元で愛してるって言って、真央がいなくなって寂しいんだ。あまりの恐怖に声が出ませんでした。すると海老蔵は、俺のこと好き？と聞いてきました。早くこの場から逃れたい、なんとか逃げたい、ありったけの力をなんとか振り絞り、好きと言いました。言うしかなかったから言いました。私の体の上からどいてほしくて言いました。私はあの日、大嘘を人生最大の大きな嘘をつきました。でも解放してくれませんでした。どこが好きなの、言ってみて、と海老蔵が耳元で囁いてきます。怖くて、でも何とかしなくてはいけない。どうにか思いついた答えを必死に言いました。外見？ウケる。マヤちゃん、俺の外見好きなんだ。ようやく私の上から海老蔵はいなくなり、部屋から出て行ってくれました。本当に女なら誰でもいいんだなと怒りがこみ上げてきました。そのことはもちろんアキラ君に話しました。勃起していました。はい、ということなんですが、まあ皆さんもおそらくお気づきかと思いますが、これ不可解な点ありますよね。皆さんも違和感を感じられたと思いますが、ここです。海老蔵が俺のこと好きって聞いてきてるんですけれども、ここで、まあ普通だったら、どいてとか言いそうですよね。どいてくださいとか。でも麻耶さんはここで好きって言ってるんですよ。で、その理由として、逃れたいから嘘を言いましたって言ってるんですけど、いやいや、逃れたいんやったらどいてとか嫌いとかにしないと、まあ、だって部屋で2人で上乗られてて、俺のこと好きって聞かれて、好きって言ったら始まっちゃうじゃないですか。スパン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 ですので、私一つ仮説を立ててみたんですね。麻耶さんは海老蔵のことが好きだったんじゃないかと、ガチで。で、だからこの襲われた場面でついつい本音が出てしまったということですね。で、我々この件について調べました。そして見つけました。過去麻耶さんが海老蔵のことを好きだと言ってたという証拠ですね。それが2015年に放送された
踊るさんま御殿で、まやさんが歌舞伎ファンで、その中でも市川海老蔵さんのファンで、海老蔵さんすっごくかっこいい、舞台に立っているだけですごい、こんな人がいるんだって、ってまやさん本人が言ってたんですね。で、妹の真央さんが海老蔵と結婚することになって、家族になれると喜んだっていう話も同時にしていて、まあ好きだった海老蔵が妹の真央さんと結婚することになるって喜ばしいことですけど、ちょっと複雑ですよね。なので一度タイミングで海老蔵に真央と出会う前に、もしマヤの方と出会っていたらそういうことになっていた、海老蔵とマヤさんが結婚してた可能性はあるかって知り合いが海老蔵に聞いてくれたらしいんですね。で、知り合いがその質問を海老蔵にしたという事実に対しては、マヤさんはなんでそんなこと勝手に聞くのよじゃなくて、なんて素敵な質問するのと言ってます。なんで聞いてほしかったみたいですね。で、マヤさんは喜んだんですが、海老蔵はその質問に対してマヤちゃんは無理だわって言ったっていう、まあオチがねついてる話なんですが、これをさんま御殿でマヤさんが話してるんで、まあ半分面白半分で話なんですけれども、となるとですね、まず海老蔵はマヤさんが昔自分のことを好きだったっていうのは知っていて、そしてあの行動に出たと、まあ、上に乗って俺のこと好きなのって言ったと。で、それに対してマヤさんが好きって言ったのって、やっぱりどいてほしいからじゃなくて本当に好きだった可能性はこれあります。で、さらにさんま御殿でマヤさんはすっごくかっこいいって外見のことを言ってるんですよ、海老蔵ので。上に乗られた時もどこが好きなのって聞かれて外見って答えてるんで、いやこれガチやろと、ガチで答えてるし、ガチで現在進行形で好きなんじゃないかと思ってます。まあこれ上乗られたのは数年前ですけどね。で、なので正直マヤさんが、まあ、かわいそうというか、海老蔵とマヤさん一時的にでもこれ付き合うべきだったんですよ。で、海老蔵のめちゃくちゃさを肌で味わって、それで別れたらよかったんですよ。それをね、実際肌で味わってないから、何かね、ちょっと好きだった気持ちを引きずっちゃうっていうことが起こってるのかなと思います。で、小林家ごとね、もう海老蔵とは関わらないと、マヤさんがひどい目にあったから海老蔵とは関わらないっていう世界線がねあればよかったんですけど、もしくはね、一時言われてましたけど、マヤさんが5歳になるとかね。でもまあね、もうもしね、海老蔵がマヤさんに今結婚したいって今もし迫ってきたら、マヤさんどうするんですかねって、これふと思ってしまいました。もう完全に海老蔵の思いはないのかと。なので、もし何か間違ってね、海老蔵がマヤさんに結婚したいっていう話になってきた時に、マヤさんはね、まあ理性では海老蔵の方へ行ったらあかんと、ひどい目に遭うし、真央さんのね、まあ妹の元旦那だし分かってると、行ったらあかんと。でも頭じゃなくて心が、体がどうしても海老蔵を求めてしまう、うわーっていう、もうこれ文学小説になるレベルですよ。で、この心の機微はもし文章で読めるんだとしたら、まあ、心とか人間失格以上の作品になるんじゃないかと思います。まあ、しかも女性側の心の機微ですからね、非常に希少です。で、ここからが本番なんですが、海老蔵がこれらの疑惑について本日21日答えました。今までの暴露ってあくまでマヤさんが勝手に言ってただけだったんです。で、今回それが本当か海老蔵に週刊誌が聞いたんで見てみましょう。まず一つ目の、病室で競馬新聞見てた件ですね。こう答えてます。病室で競馬の件も深刻な雰囲気にならないようにという意図でやったと主張。マヤさんが不快に思われたのなら本当に申し訳なく思っていますというふうに答えてるんで、まあ事実だと。でも深刻な雰囲気にならないように配慮した結果の競馬新聞だったということです。で、2つ目の疑惑については週刊誌これ質問していません。そして3つ目、マヤさんの上に乗った件については誤解だと言ってます。記事読んでみましょう。誤解を招くようなことがあったのかもしれませんが、実際にそのようなことはありません。誤解を招くとはと突っ込まれると、要は勘違いされている、覆いかぶさったことはないということには、そうです、実際男女関係はないですからとしている。誤解を招くの内容について好きと言ったりと問われた海老蔵はこのように答えたのであった。いや、好きってわからないです。
私はお互いに支え合っていたということだと思ってます。ということで、何かまたこれね、違和感を感じる海老蔵の返答だと思います。まあ、全部言ってらんないんで、もう一番大事なところだけ言うと、まあ、覆いかぶさったことはないということっていう記者の質問に対して、そうですと答えてるんですが、その後、実際男女関係はないですからっていうことを付け加えてるんですよね。で、これ付け加えることによってより怪しくなるんですよ。いや、覆いかぶさったのっていう質問に対して、いや男女関係はないですからって、いやいや、そんなこと誰も聞いてない。じゃあ男女関係まではいかないけど、何かそれに近いようなことあったのっていう疑念が湧いちゃいますよね。なのでこれについてはね、ちょっと海老蔵も答えてるんですが、事実が見えてこなかったのかなと思います。ですので、まあ、これについて日本性行為協会に私、見解出すべきだと連絡を入れまして、先ほど見解が出たようですので、これ言いますと、まずマヤさんの主張は、まあ、概ね事実だろうと、まあ多少大げさに書かれてたとしてもね。で、あとはまあ好きと言ったとか、自分にとってね不利なことも言ってるんですよ。なので信頼ある程度はすべきだろうと。で、じゃあどういうつもりでやったのかと、動機の部分ですね。で、これについてはおそらく海老蔵はマヤさんが自分のことを好きだと知った上でからかったんじゃないかなと思われます。まあ酒に酔ってたのか分かんないですけどね。マヤさんは、まあ、自分のことが好きだ。でも、俺は妹の旦那で、結ばれることはない関係であると。この板挟みに合うマヤさん、苦しんでいるマヤさんをからかって、面白がるような心境だったんじゃないかと、日本性行為協会先ほど公式見解出したようですので、ここに報告いたします。まあ、マヤさんからすると、海老蔵は本当に厄介な存在で、可愛さ余って憎さ100倍。愛情が憎しみに変わるとか、そういう存在だったんじゃないかと思います。こちらの件、今後も注目してまいります。はい、では次はわずか1球で奪三振を取ったという珍事をご紹介します。2017年4月4日の巨人横浜戦、1球奪三振という珍記録が生まれました。1対1で迎えた7回表2アウト1塁の場面、バッター小林誠司を2ストライク1ボールに追い込んだ投手今永翔太選手が左足を痛めて降板。カウント途中から緊急登板したのは185センチの右腕パットン。1球目で小林を空振りさせて三振に取り、パットンに奪三振がつきました。野球規則ではカウント途中で投手が交代して三振に取った際、誰に奪三振がつくかが細かく決められています。ちなみにこれは2008年8月18日、岩崎哲也選手以来2人目の珍事でした。